スポンジを用いた疑似慢性完全閉塞病変を右冠動脈に設けています。CTO 病変に対するさまざまな手技の練習に用いてください。完全閉塞病変に対するアンテクレータープローチの手順をお示し,します。CTO 病変に対しては通常マイクロカテーテルと CTO ワイヤーを持ちますが、まずソフトワイヤーを用いてマイクロカテーテルを病変 金まで導入しますその後ソフトワイヤーを抜去し CT ワイヤーに変更した後 CT ワイヤーを挿入しますでこの場合 CT ワイヤーが通しではマイクロカテーテルの AV に来ることがわかりますのでその状態でマイクロカテーテルを引きながら CT ワイヤーを ます完全閉塞病変におけるワイヤーの操作をお示し,します。本モデルではスポンジを用いた疑似病変ですので人における CTO の感触と全く同じではありませんがガイドワイヤーが非閉塞病変を通過する時の手元の感触を覚えたり手元の操作がワイヤー先端にどのように伝わっているのか理解するのに役立ちます。 今は先端います。GTO ワイヤーを両辺に持っていくためにはまずマイクロカテーテルをファーストチョイスワイヤーを用いて両辺の手前まで導いておきますそして投資ではワイヤー挿入によりワイヤーの位置が分かりますのでワイヤーの位置が両辺手前まで来た場合にマイクロカテーテルを引きながらそっとワイヤーを 両辺の金部に留置します。ワイヤー先端の曲がりは、ご覧いただけますように、約1ミリぐらいの小さな曲がりにしておきます。パラレルワイヤーテクニックを示します。ご覧いただけるように、ファーストワイヤーが逆に迷入,入した場合に、もう一本ワイヤーを用意することによって、スカンドワイヤーは行に入りにくくなり、また、頻快な造影をしなくても、ファーストワイヤーによって、 血管の位置が把握できますので造影剤の使用量を減少することが可能になります。 このようにマイクロカテーテルを先端に持っていくことにより今使用しているのは 5g の CTO ワイヤーですけれども相当の先端荷重を用いることが可能になります。この CTO 病変はスポンジを用いてますので実際ヒューマンの CT 病変とは間隔は異なりますけれども。 手元の操作によりワイヤーの先端がどのように動いていくかを体験していただくのに非常に役に立つと思います。CTU 病変の中ではワイヤーをご覧いただけるように一方方向に回すことは避けていただいた方がいいかと思います。一方方向に回し続きますと先端がトラップされてワイヤーが破壊されたり結節を作って抜けなくなることがありますので。 気持ち的には180度クロック技に回せば180度カウンタークロック技に回すということでワイヤーを一定方向に回し続けないということが非常に大事になってまいります。